皆さんこんにちは。 ANA ライン整備士の小川と申します。突然ですが皆様、飛行機が大空を自由に飛び回れるって不思議だとは思いませんか？今回は、皆様が展望デッキや飛行機の窓から見える飛行機の翼の動きについてご紹介したいと思います。まずは時計を使って飛行機の動きを見てみましょう。はじめに飛行機の左右の傾き、ロールです。この主翼の端にある補助翼、エルロンを使って、飛行機を左右に傾けることができます。次に機首の上げ下げ、ピッチです。水平尾翼についている昇降舵、エレベーターを使って機首を上下に傾けることができます。最後に機首を左右に振る揚です。垂直尾翼についている方向舵、ラダーを使って機首を左右に振ることができます。このロール、ピッチ、揚、3つの動きを組み合わせて飛行機は自由に空を飛び回ることができます。それでは実際にこの飛行機で動きを見てみましょう。今日はこのボーイング737ダッシュ800で詳しく見ていきましょう。こんにちは、 ANA ライン整備士の金子です。それでは初めにエルロンの動きから見てみましょう。エルロンは主翼の翼端部分に取り付いています。エルロンを動かすと飛行機を左右に傾けることができます。この四角い部分がエルロンです。皆さんは飛行機が左旋回するとき、このエルロンはどのように動くと思われますか？実際に動かしてみましょう。コックピットさん、グランドの金子です。左旋回お願いします。はい、左旋回しているとき右のエルロンは下に下がりました。では反対に右旋回を見てみましょう。コックピットさん、右旋回お願いします。右旋回では先ほどとは逆に右のエルロンが上に持ち上がりました。このようにエルロンは左右逆方向に動くことによって翼に働く浮くための力のバランスを変えて飛行機を傾けることができます。次にエレベーターを見てみましょう。奥村整備士、よろしくお願いします。はい、続いて飛行機の後方にやってまいりました。こちらの水平尾翼についています。この部分、こちらエレベーターになりますが、このエレベーターを上下させることによって飛行機の機首を上下コントロールすることができます。トップさん、グランド奥村です。エレベーターどうぞアップお願いします。このようにエレベーターが上に動きますと飛行機の機首も同じように、上に動きます。トップさん、続いてエレベーターどうぞダウンお願いします。エレベーターが下に動きますと機首も下に動きます。このようにエレベーターを上下させることによって飛行機の機首も上下にコントロールするができます。では続いてラダーの山口さん。はい、続いてラダーについて説明いたします。ラダーは縦に伸びている垂直尾翼の後ろについている翼です。ラダーを動かすことによって機首を左右にすることができます。それでは早速動かしてみましょう。皆さん、グランドです。グランド山口です。道具レフトお願いします。今、ラダーが左に触れました。これで機首が左に触れます。トップさん、グランドです。ロングライトお願いします。続いて、今ラダーが右に触れました。このことで機首が右に向きます。このようにしてラダーを左右に振ることによって機首を左右に行くことができます。ここまでエルロン、エレベーター、ラダー3つの翼を紹介してきましたが、着陸にも、大事な翼がありますのでこちらを紹介いたします。三平さん、よろしくお願いします。
さて、再び翼の下に戻ってきました。次に紹介するのはスラットとフラップです。翼の前側にすり出してくる部分もスラット、翼の後ろ側に降りてくる部分もフラップと言います。今ゆっくりですが少しずつ降りてきているのが分かりますでしょうか。スラットとフラップは翼の面積と膨らみを大きくするように働きます。飛行機はこの効果によってより遅い速度でも安定した飛行を得ることができます。それではしばらく観察してみましょう。一番下まで降りてきましたね。フラップは一番下まで下がるとここまで降りてきます。翼の後ろについていてキャビンからもよく見える場所なので、皆さん飛行機に乗った際にはぜひチェックしてみてください。さて、いよいよ次が最後です。最後は加藤さん、よろしくお願いします。はい、早速スポイラーを動かしてみましょう。コックピットさん、グランドです。スポイラーアップでお願いします。スポイラーが立ち上がりましたね。このように着陸した時に立ち上がることで着陸距離を短くすることができます。他には上空でスポイラーを使うことで空気抵抗を増やすことで速度を落とすことができます。いかがでしたか。これで飛行機が飛び回るために必要な翼の紹介を終わります。皆様、お楽しみいただけましたか。今回は飛行機の翼についてご紹介いたしました。普段なかなか見られない目線で飛行機をご覧いただけたかと思います。皆様が空港で飛行機を見たりご搭乗される際はぜひこの動画を思い出して空の旅をお楽しみください。最後にこの動画がいいねと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ANA, Inspiration of Japan.